なんでギルティを見なきゃクーナゲができないんだよ。このゲーム2キャラしかいないクーナゲ持ちだよ。あーなるほどね。まあ確かに、まあ意外とエルトナム使いここら辺いないから、動画にも、あーセナルさん、あれセナルさんキャラ変えたのかな。あーまあでも相手の癖を読んで飛びを落とすのはちゃんとしてた方が、せっかくある技なんでね。はい、2連続あれキルダ戦ですが、スケートさんさっきまでギルティやってたせいでちょっとコンボが怪しい。さあワープで逃げていく。今回ワープがちゃんとあの空中でも出せていろいろ膨らんでいきますね。さあまず分身で締めて中断補正切り、前受け見取って補正切りを回避していく。もっと前ジャンプできなくて、さあこれはちょっと瀬戸には苦しい。波動を C 波動で隙を消していく。さあお互い画面外れ見合って中断、三段中断はできず中断が当たる。一覧の選手は白木さんがヒルだ。開幕コビーで出しを止めて2ビだ。2連覇を超えれ飛ばすからだだだだコビー。さあ画面なんで位置を入れ替えて動いて、さあコンボできず CS でちゃんとフォローしていく。相手は連覇だった。さあダッシュミーが当たって、おっとダッシュを止めるのがうまい。ジャンエースから投げ設置して、さあゲームポン、だんだん中断ちゃんとかどう惜しいため、ダッシュビーこの距離は結構きつい。さあこれは CS を使っていく、取り返せないという判断ですね。あーと勝利はちょっと薄いですね。ここで腕の選択、セグがヒットして一本取り返していく。サードクローンリバイト、おっとちょっと危ない、シシアタタがどんどんいけず、シーハードにつないでちょっと距離が高くて、距離高度が高くて、シー2連シーからの引き上げろ引き上げろ。さあ当たる、あコンボできず、てか赤ビートだった。ピョンピョンワープパリ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 、危ねえ結構入れっぱしてるんでね、そういうの潰してたら難しいかもしれない。なかなか難しいな。さあ調子でかく乱していく。さあかかとは当たらない。これはロックようにいけば切れるでしょう。あーっと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 キュピンキュピンピカーンピカーンボビーみたいな。素人丸出しの看板な。はい、勝ったのはリュウトさんです、おめでとうございます。次俺だ。はい、ヒロカワさん、ゲームオーバー。はい、席決めが終わってインデックスとユウネコさん、なんかもう準決まで来ると大体いつものドームの動画みたいになってますけど、いつものドームの動画みたいになってますけど、まあいつもとは一味違う試合をね、3週間前の俺たちは違うぜとインデックス隊がちょっとねやらかしてくれますよ、厄介なのが現れたなっていうハードルをね勝手に上げていくんだけど、ファーストクローズまあでもリップ的にはゆうねこさんがちょっと回転数が少ないせいで若干下になっていますが、この2人直接対決してインデックスが勝つことは、いや、あるな、あるね、今までの大会でもありますね。この試合は結構面白い試合になるんじゃないかね。さあ置き攻めが高いコンボ、ずいぶん高いコンボになりましたね、これ。さあで、どう
の打ち設置2つからの攻めは中段はガード。ここはしっかりと足ガードでブチを警戒しましたね。彼3週間前とは違う。おっと、いいバックスで 2B が暴れてしまうところをしっかり駆られて、あーコンボミスになる。どうする、お、まだわからない、まだわからないぞ。これは一手つかめれば、一手振っていたのはカーマインですね。ペチッとクーガが一つ、あれはダッシュ警戒の 2C だったんですかね。おっと、3週間前のインデックスができなかった中央での C 派生コンボですね。ここは位置を入れ替えて切り返していく。今回のカーマインは切り返しで DX の、ぶち抜け、ぶち抜けじゃない、なんだっけ、ブチか、 DX ブチがちょっと弱いんで、まあ、あれだけ警戒しなければいけないですね。画面端でロックからのインフィニットの締めるコンボ、5点近く減らすが投げは抜けれず、どうする、このままカーマインが持っていくか、バックスでは不正解ですね。余裕の CS 様子見でしゃがんでじっと見てましたね、カーマインさんが。おめでとうございます。はい、じゃあ下のリーグの準決ですね。俺とリュートさん、リュートさん試合室、俺とじゃあ席は普通にはいはい席はまあじゃんけんももう必要ないかなと。マイク、ゆうねこさん、ゆうねこさん、はい、あ、ちょっと待ってもらっていいですか。はい、あ、俺が払っといた。あ、うん。あ、まあカーマインはね、結構ね、よくわかんないと思う。俺もね、よくわかんないんだよね。自分が使ってて、あ、これ強い、これは弱いみたいな、あの、ここは隙があるみたいなのはわかるけど、実際相手にするとその後の逆タクみたいな、対策の対策みたいなのが結構あるから、命が惜しければ邪魔をするいいですよ、俺はガチ増しますよ。このゲーム最近ね、対戦できないからね、なんか入っていいか迷うんだよね。この前いろんな事件があったから、コミュニティの盗事件が、さあ当たるとブンブンしていく、集団はちゃんとガード、しっかりガード、瞑想が当たるが、さすがに距離が取って、おっと、赤ビートとはちゃんと繋いでいく、ダウン取って、シュートラム、固めていく、相変わらず、ガニ当たる強い、おっと、ジャンシーだね、使っちゃった、でね、ダンゲー、出げ出して、おっと、これ、あーっと、得点は取れないが。10くらいだったが拾えない、今回もちゃんとアクビートでもちゃんとつないでいく、最近熱波が多いですね。射撃パンパン、そんで位置を入れ替えて、リレーに2勝利を当てていく。さあ、セグ、ショートを入れれればそこからコンボできるんですけどね。またこの防衛で暴れていく、さあショートがつながらない、さあここを離していく、 2C 指導を食らってしまう、1は中央に落ちてしまうが、ブロック抜いよう、あとゲージはないよ、さあ2本入って、おっと投げ、ここはしっかりしていた、勝ったのはヒロカライズナムです、おめでとうございます。3決していいのかな、いや今まで投げなさすぎでしょ。はい、インデックスと、リュートさん、ゲームオーバー。